マウンドに最初上がるとき以来の硬い表情をしているかもしれません、ね、ワンボールワンストライク高め打ち取ったか三遊間はどうだバックハンド取っただけ内野安打ツーアウトランナー一塁引っ張ったこれも三遊間ツーアウトから連打を浴びました二人まだその時は訪れませんロペスは同点のランナーとして一塁に行きました三球目引っ張ったこれも三遊間だ三連打になった二塁ランナー三塁を回って1点差にまでなるランナー二塁一塁まだ続いて3対2 1点差バルディレスタイムリーしかしまだ大熊の勝利の権利はあります1点差ですいやー粘りますねベイスターズも見てても本当ため息が出ますよちょっと詰まってるようにも見えましたけど、ね、詰まってますよ詰まってる詰まっててもこの、まあ、山張ってっていうかね、はい、まっすぐしか待ってませんからね、いい振り抜きですよねそうですねさあそして関根大輝、ね、今度はあれでしょ外野手がチャージしてるでしょそうなんですよねそうなると、まあ、ヒットゾーンは広がりますよねあライト下げましたねライトだけ下げあ3歩4歩5歩6歩ずっと下がりますライトは下がります、はい、あでも逆転は許さないよという守備体験に変わります、はい今度大熊のことを構ってらんないわけですよということです、ねはい、逆転されたらダメなわけですよね、はい、同点でもダメなんですけど、はい、1点差ツーアウトまでは来ています初球は外いっぱいストライクワンだキャッチャー谷繁が一度二人のところに行ってその後投げた最初の1球あちょっと肩の開きをあるいは何しに指摘されたのかもしれません、うん、今左の方ポンポンと叩きましたでもここで言われてももうどうしようもないです、ねそうですね、ストライクワン東方高校出身関根大輝2球目右中間に上がっているライト追いかけるウィングボールが伸びて抜けた抜けた抜けた同点小熊の勝ちが消えたそしてさらに逆転のバックホームがしてくる吸い込む勝ちがセーフだ逆転4対3監督としてキャッチャーとしてここは引けない ちょっと待ってくれとあのセーフはないだろうという谷繁抗議権は今森ヘッドコーチにあります退場ですね退場ですねキャッチャー谷繁選手として退場もう抗議した時点でそうですね、まあ、抗議権ありませんからねルール上はルール上は森ヘッドコーチです谷繁選手は私に触れたので退場としプレーを再開します、触れたということで、まあ、大きく取られると暴力行為ということになりますが、はい、谷繁元信退場しかも逆転で小熊亮介のプロ初先発その日の勝ちはなくなりましたいやー大変なゲームになってしまいましたいやこれはひどいというよりも残酷ですよねそうツーアウトですからね、いやプロ野球の恐ろしさをこんな形で思い知らされるとは地元出身の関根大輝渾身の一振りそしてそのプレーですあースライディング確かに鋭いスライディングではあるんですがで谷繁の補給した位置はちょっと後ろなんですよねだからあの形的にはオイタッチになっちゃってますけど、ただしその前にタッチしてるでしょうという、うん、タイミング的にアウトだったんでしょう ね、キャッチャーとしたらね球審山地に触れてこれが、ま、広く捉えてボールこいということになるんでしょう、うんいや今のその触れたってのも、おかしなですね。いやな福谷も嫌な汗ですもんねこれね。結果 DeNA は4連打。右に持ってったこれもセカンドオーバー。また右中間を割っていく。
こんな福谷は久しく見たことがありません。傘にかかって攻め立てます。今日敗れますと勝ち越し貯金がなくなる両チーム。5連打途中出場の黒羽です。恐ろしいですね。そうですね、はい、こんなことってあるんですね。ツーアウトランナー、さらにセカンド、9回ツーアウトランナーなしからの5連打。あっと合わせただけ、ゲームが終わる。バルディニスト3アウト、試合終了。9回2アウトから DeNA 大逆転勝利、5対3。プロ入り7年目初めての先発小熊亮介にとっては何とも厳しい残酷な結末が待ち受けていました。 DeNA 昨日の雪辱。名古屋ドームここで負け続けると厳しい状況になる、だからこの一戦重要なんだと話していました中畑監督のその思いが実りました。一方ドラゴンズの方は逆転され、さらに谷繁監督選手として退場という出来事もありました。そして2人が何といっても5連打を浴びて4失点、ちょっと信じられないことが起こりすぎましたというゲームになりましたけど。あ、その通りですね、はい。まあ、逆転というのは、ね、それはしょっちゅうあるんですけども、はい、でも今日の逆転はそんじょそこらの、ね、逆転とは違いますからね。そうですね、はい、ちょっといろんなことが短い時間に起こりすぎました。いや本当に凍った逆転ですよね。そうですね、はい、ここはね、逆転した、ね、はい、横浜の方も信じられないと思いますよ。あ、それは言いますね、どっちも信じられない逆転劇ですよね、はい。放送席、放送席、そして名古屋ドームのベイスターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。9回見事な逆転決勝タイムリーとなりました関根選手にお越しいただきました。チームとしてもものすごい逆転勝利になりました。今どんな思いですか？そうですね、今までチャンスで打ててなかったので、こうやって、家族が来てる前で打ててよかったです。その家族にいい恩返しできましたね。そうですね、やっとこういう場面で使っていただいたので、監督たちにも、はい、しっかり感謝してこれからもやっていきたいです。それにしましても、あの2点を追う9回2アウトランナーなしからでした。まあ、バルディリ選手が打って1点差、どんな思いでバッターボックス立ちました？そうですね、自分はずっと回ってくると思ってたので、しっかりそういうところで心の準備ができてたのが良かったと思います。まあ、今日はベンチスタートということになりましたけども、あの先発しまして粘りました山口投手にもいい報いのヒットという形にもなりましたね。はい、自分はまだチームのことをあまり考えられず、しっかり自分のやるべきことをやってる感じなので、そうやって結果が出て山口さんのなんていうんですかね、しっかり山口さんの役に立ててよかったです。わかんないです、はい、すいません。さあ、改めてこの名古屋ドーム、この愛知県地元での初めてのヒーローインタビューということにもなりましたが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、まあ、一軍でやってやらせてもらってる立場なので、しっかりこうやって名古屋に戻ってくれることもですし、これからもまた名古屋に戻ってくる機会があるようにしっかりこれからもやっていきたいです。ありがとうございます。ナイスバッティングでした。今日のヒーロー関根選手でした。放送席どうぞ。東邦高校出身関根大輝のヒーローインタビューでした。この放送は6時26分までお送りをします。